皆さんこんにちは、ポントです。今回はロシア大会の予想をしていきたいと思います。まずは男子の予想です。前回の予想では1位宇野昌磨選手、2位ヴィンセント・ゾウ選手、3位アレクサンダー・サマディ選手と予想をしましたが、今回の予想では1位宇野昌磨選手、2位ドミトリー・アディエフ選手、3位アレクサー・サマディ選手としました。宇野選手のフランス大会失速で優勝争いは中国大会同様熾烈になることが予想されましたが、練習での様子を見る限り宇野選手は調子を戻しているようなので優勝と予想をしました。それ以降ではアディエフ選手、サマディン選手、ナム選手、モディス選手の4人で争うことになると思われます。アディエフ選手はその中でも比較的安定し高い点を出せている印象が強かったので2位と予想をしました。サマディン選手もジャンプの難度が高く比較的安定をしているので3位と予想をしています。他に日本からは友野選手も出場するので頑張ってほしいです。続いて女子の予想です。前回の予想では1位アレクサンドラ・トゥルソワ選手、2位エフゲニア・メドベージェワ選手、3位宮原さと子選手と予想をしましたが、今回の予想も変わらず1位アレクサンドラ・トゥルソワ選手、2位エフゲニア・メドベージェワ選手、3位宮原さと子選手と予想をしました。1位はトゥルソワ選手で間違いないでしょう。2位以降はメドベージェワ選手、宮原さと子選手、ベル選手での表彰台争いに横井選手とリャボワ選手が追う形になるでしょう。スコア的にメドベージェワ選手が抜けており、加えてメドベージェワ選手のプログラムは素晴らしいので2位以降では一番有利だと思われます。ベル選手はフランス大会で高いスコアをマークしていますが、宮原さと子選手は回転不足がありながらもベル選手と同じようなスコアをマークしているので3位と予想をしました。横井選手も初のグランプリシリーズとなりますが、まずはノーミスの演技をして世界にアピールをしてほしいです。また白岩選手もノーミスの演技をして笑顔をぜひもう一度見たいです。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また次回お待ちしております。バイバイ。